神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00〜17:00に放送される第3週と第11回のあらすじを紹介する。爛漫の記事はこちら。爛漫第3週、上郎ホトトギス、あらすじ、18歳になった万太郎、神木隆之介、だが、相変わらず植物の研究に没頭する日々を送っていた。一方、姉の綾、佐久間由衣、も禁じられた酒造りへの夢を諦められずにいた。そんな折、東京で開催される博覧会に峰屋の酒を出品することが決まり、万太郎は竹雄、志尊淳を伴って初めて上京することに。訪れた上野の博覧会場で菓子屋の娘、末子、浜辺美波、との運命の出会いを果たす。また憧れの植物学者、野田、田辺誠一、や里中、伊藤聖光、との出会いから大きな刺激を受ける。万太郎がますます植物学に惹かれていく一方、竹雄は万太郎の心が峰屋から離れることに不安を感じる。第11回あらすじ紹介、18歳になった万太郎、神木隆之介は、植物採集の最中、見たことのない美しい花、上郎ホトトギスと出会う。姉の綾、佐久間由衣は縁談より酒造りに興味があり、クロードの幸吉、笠松商に作り方を教えてもらうことに。奉公人の竹雄、志尊淳は立派な働き手として万太郎を支えながら、綾に密かな思いを寄せていた。ある日、峰屋の酒を東京で開かれる博覧会に出品しないかとの話が舞い込む。